サルスツチョーコ帰ってきました。二人ともダウン中綿入りのジャケット着ていたんですけれども、結構潮まみれなので洗濯してみます。ダウンジャケット自宅で洗濯してどんななるか実際にやってみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。このようにネットに入れて洗濯してくださいとパタゴニアのサイトにありました。洗剤は普通のもので良いそうです。では早速単純に洗っていきます。とりあえず洗濯終わりました。ちょっと出してみますね。当たり前ですがベチャベチャです。乾燥機をかけていきますが、ちゃっくり全部閉めたままの方がいいそうです。で、今映ってるこのテニスボール、綺麗なやつですね。これをこの綺麗なテニスボールを5個数個入れてくれと書いてたので5個入れます。こんな感じでダウンジャケット2枚プラステニスボール入れて、あとは、乾燥標準、これよくわかんないな、ドライなのかな、よくわかんない、ドライ毛布、シワ防止標準でいいのかな、これはドライ標準でいいのかな、よくわかんないんでこのままスタートしてみます。なんかまあいいで、あとは数時間かかると思うのでこのまま放置します。さてどんなになるんでしょう。テニスボールを入れる理由としてはですね、テニスボールがカンカンとコンコンとトントンとダウンジャケットを叩いてふわっとさせてくれるそうです。コインランドリーの乾燥機の方が全然いいと思うんですけど、その時もテニスボールを何個か持っていくといいかもしれないです。ではどんな仕上がりになるのか楽しみに待ちたいと思います。乾燥機かける時なんですけど、この乾燥機フィルターがこんな感じになってるんですけど、これやっていいのか悪いのか分かんないですけど、この香りのビーズをこの中に入れてこうセットすると衣類いい匂いになります。なのでちょっと心配な方はあれですね、この中に、コーヒーフィルターとかにこれを入れてですね、入れるといいかもしれないです。どうやら終わったようです。おお、すごい、おお、すごい、あったか、ふわふわかな、どうなんでしょう。ちょっと見ていきましょう。これ洗濯後なんですけれども、これダウンではないんですよね、中綿ジャケットパフボールセーターになりますけれども、もうなんかしばらく洗濯もせずにそのまま置いてたせいなのか、すごく綺麗になった感じがあるのと、あとですね、このふわふわ感がこんなにふわふわしてたんだっていうぐらいふわふわになりました。うん、すごいふわふわです。で、次こっちが、こっちはダウンですね。で、偏り、このダウンが偏って変にこう寄ったりとかそういう心配をしたんですけど、それも全くないですね。で、ふわふわ感が、着てた
昨日来たんですけど、昨日より全然ふわふわしてる感じがします。ああダメよ、あなた乗る場所じゃないのよこれ。うん、暖かくてふわふわして気持ちいいかもしれないけど、分かった、乗る場所じゃないんだよ。というわけでどちらもふわふわになりました。ちょっとドキドキしながら本当に託したんですけど、たまにはこういうこんだけふわふわになるので、自宅洗濯機でダウン洗濯可能だということが分かりました。そして負荷具合も復活するので、たまには洗濯してあげると良いのかもしれません。というわけで、ダウンの家庭洗濯は大丈夫。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ダメよそこ。